演舞開演。どうも、本日はこちらゴミのピザのふわとろニューヨーカーアレンジを食べたいと思います。この超巨大ピザ、そしてこれのゴミ、一度に4種類味わうやつを選びました。まあさすがにこれ僕とか言うても食べられませんから。この通り見てください、これたった1ピースでこの大きさですよ。ではまずこちらからいただきたいと思います。いただきます。サラミとはまた違うベーコンの歯ごたえがいいですね。ではなくベーコンなので、それとはまた違うちょっとした歯ごたえと香ばしさがありますからね。そして次はこれ、多分これはサラミなんでしょうね。確かペパロニって書いてあったんです。いただきます。でもサラミもシンプルで、こちらもやっぱりいい。シンプルなサラミですが、それゆえに生地のボリュームをたっぷりと味わうことができますね。続きましてはこちら、何にも上にトッピングが乗ってないんですよね。チーズだけで勝負といった感じです。ではいただきます。チーズとトマトだけで勝負、そんな心意気が感じられます。余分なものなし、チーズとトマトソースだけで勝負といった心地が感じられる味でした。チーズは濃厚でトマトソースも甘酸っぱくてとっても美味しかったです。シンプルが一番いいのかもしれない。で最後はこちら、先ほどと同じくサラミを乗っていますが、これはサラミの上でもう何か乗っています。そちらもを加えることでより一味増したということなのでしょうか。いただきます。お肉の脂がちょっときついかな。これ乗っていたのはおそらくお肉だと思うんですが、ちょっと脂が強かったですね。ピーさんはただでさえチーズなので結構ボリュームがあるので、そこに脂の重さが入ってしまうとちょっとくどいかなっていう部分がありましたのは残念でした。ちょっとさっぱりしたものに締めたかったなと思えてしまいましたね。というわけで今回4種類のピザを一度食べてみたのですが、自分が一番美味しいと思ったのは一番最初のベーコンのピザで、こちらとなります。ベーコンの歯ごたえとチーズの旨味がさらにたまに違った旨味があって、それが良かったですね。で、さらに乗っているやつはちょっと油の方が落ちるので、単純に何も乗っていない、お肉が乗っていない方がこちら、お肉が乗っている方がこちらとなります。で、何も乗っていないチーズのトマトソースのやつはこれですね。シンプルな酸味、チーズの濃厚さとっても良かったです。チーズだけで勝負するというのも本当にいいものですね。というわけでこちら今回はニューヨークドミノピザとニューヨーカーアレンジふわとろを食べて、その4種類を自分なりに好みで段取りしてみました。それまあどれも美味しかったんですけどね。というわけでお腹もいっぱいになりました。こぞ今年ルーブル美術館やイクイノの手も今年こそ行きたいって思ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。